皆さんこんにちは、週末サイエン田中です。今日は肥料完全自給を目指してコンポストバッグを使って室内で有機肥料を作っていこうと思います。以前動画にした液肥作りも着々と進めているんですけど、何分生ゴミが多くて追いつかないので生ゴミそのものを堆肥にしていきます。で、今回コンポストとして使うのがこの保冷バッグです。保冷バッグはもともと水気に対して強い素材なので、しかもチャックもついてて虫の侵入が防げるので、コンポストとして使うには最適です。これは東洋アルミさんの保冷バッグで、300、400円ぐらいするものなんですけど、かなり丈夫になってますね。で、この保冷バッグに入れる機材を作ります。機材にするものは市販の培養土ともらってきた米ぬかです。この2つを混ぜ合わせたものをコンポストの機材として使っていきます。直接保冷バッグに両方を入れて混ぜてもいいんですけど、ちゃんと均等に混ぜるために一旦バケツに入れて混ぜ合わせます。土と米ぬかはまあ1対1ぐらいの目安で入れてください。今回は米ぬかがたくさん手に入っていたので、米ぬかが7割ぐらいになっています。で、発酵促進剤とか投入すると分解が早まるんですけど、もともと土や米ぬかにも乳酸菌等の微生物がたくさん含まれているので、まあ、特にいらないですね。で、コンポストに入れる機材は3割から5割ぐらいの量を入れます。これは生ごみを投入していくので、だんだん容量が増えてくるっていうのもありますし、生ごみを入れた時にチャックをした状態でバッグごとを振って混ぜることができるので、満帆に機材は入れない方がいいです。で、バッグごと振って混ぜると空気がまんべんなく中まで入って、好気性発酵にブーストがかかって、より効率のいい分解が行われます。で、使う機材の水分量なんですけど、びちゃびちゃでもカラカラの状態でもダメです。手でギュッと機材を握って形がギリギリ残るぐらいで握りつぶすと、すぐにポロポロっと崩れるぐらいの湿り気がありそうですね。湿りすぎてる時はちょっと乾かしたりして、で、あとカラカラの時は水を少しずつ入れて調整してみてください。とりあえず手元に大根の皮があったので、まあ、本当は細かくして切って入れた方が分解しやすいんですけど、ちょっと面倒だったのでそのまま入れちゃいました。これ振った状態で数日置いておきます。1日1回以上暇な時に振ってあげると空気が全体に回って発酵が進みやすいですね。で、なんか油とか糖分がたくさん含まれている生ごみを入れると発酵熱が70度ぐらい、結構高温が出たりするようですね。まあ、今回は大根だけなのでそんなに熱くはならないと思います。で、大根を投入してから4、5日ぐらい経ったので温度を確認してみようと思います。35度ぐらいですね。もっと高い発酵熱が出るかと思ってたんですけど、やっぱり大根だけだと燃料不足のようですね。で、大根もまだそんなに分解はされてないようです。ちょっと時間がかかりそうですね。また他のいろんな生ゴミでもやってみようと思います。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録してコメント残してくれるとすごく喜びます。